ソダ氏は、日本の競争は白けまとして、史上初めて芝の重賞勝利、GI 勝利、頻馬クラシック初主走、初勝利を達成した。2020年度の JRA 賞最優秀2歳品馬である。主な勝ち倉は2020年の阪神ジュベナイルフィリーズ、札幌2歳ステークス、アルテミスステークス2021年の大歌賞。2018年3月8日。 北海道阿比良町の農山ファームで誕生。手がかからないタイプで、放牧地で、スタッフについてくるなど人間好きなところもあった。近親でもありごに、ライバルとなる名系エールとは、馬房が隣同士であり、放牧地でもずっと一緒で仲良しだった。母ブチ子は、現役時代、特徴的なブチ模様の白ケマとして、注目を集め、中央競馬で4勝を挙げた。 本場はその初語であり、母や父黒船と同じく、金子正人ホールディングスの所有場となった。ノーザンファーム空港牧場で育成の後、由来はサンスクリット語で純粋、輝きとなる、育ちと命名され、立東トレーニングセンターの菅井名を助ケ者に入居した。7月12日、函館競馬場で行われた新馬戦に吉田隼人を安城に出走。 三番人気に押され、後一一層から最後の直線で先頭に立ち、日着に庭新反差をつけてデビュー勝ちを果たした。またこの勝利は白気魔として史上初めて芝の新馬勝ちとなった。引き続き吉田早と安城で重賞初挑戦となる9月5日の札幌2歳ステークスに出走。雨予報であったが、当日は晴れて夜ば場,場となった。 4.7倍の2番人気の指示を受ける。外枠から、後位の外を確保。向正面半ばにて、最後方から、ユーバーレーベンがまくり、後位に進出。それに応じて仕掛け始め、バスラットレオンと共に、戦闘で最後の直線に侵入した。残り200メートルで、バスラットレオンを競り落とし、外から迫った、ユーバーレーベンを、首さしりけて勝利。 白ケマとして史上初の芝重症制覇を成し遂げた。加えて2歳、コースレコードを0.1秒更新。2012年にコディーノが記録した1分48秒後のレースレコードを0.3秒更新する1分48秒にというパフォーマンスだった。自走は10月31日に行われたアルテミスステークスに出走。一番人気に支持されると、 前半800メートル48.6秒の流れを先行し4コーナーで逃げたオレンジフィズをかわすと最後まで押し切り2番人気のククナに一馬身4分の3差をつけ無傷3連勝で重賞2勝目を挙げた阪神ジュベナイルフィリーズのパドック12月13日阪神ジュベナイルフィリーズに出走重賞連勝中という実績もあって1番人気に押された 母、内子がそうだったように、ゲート入りを嫌がるそぶりを見せるものの何とか収まると、コースタートから道中は4.5番手につけ最後の直線へ。残り200メートルでバグンを抜け出すと、逃げ粘る熊本三んヨカヨカをかわして先頭へ立ち、外から襲いかかるユーバーレーベンと名形エールを、しのぎ切る。だが、ゴール直前で内から里のレーナスが猛烈な勢いで、 飛び込んできて一瞬かわされてしまうが、育ちはさらにもう一伸びを見せて、花さで勝利。史上初めての白髪馬の GI 優勝となった。勝ちタイムは前年、レシステンシアが記録した、レースレコードには及ばなかったものの、それ以前のレースレコードである2006年のウォッカと、同じ1、33.1という好タイムであった。この勝利を受けて、 2020年度の JRA 賞最優秀2歳品馬に記者投票満票で選出された。休養明けに大賀賞へ直行することを発表。同じく阪神ジュベナイルフィリーズから直行するルートを選んだ里のレーナスと人気を分け合い、最終的には里のレーナスに次ぐ3.6倍の2番人気の支持を受ける。偶数の馬番となったため本来は、 奇数番よりも後でゲート入りするのだが、本場は前走でゲート入りを嫌がったために一番先にゲート入りをすることになった。しかし今回はすんなりとゲート入りすることができ、レースではコースタートから先段を追走し、直線半ばで先頭に立つと、後方から突っ込んできた里のレーナスを首差しりぞけ、2019年にグランアレグリアがマークした。 レースレコード1分32秒7を1秒6。さらに、ブラックムーンが持っていた、阪神芝1600メートルのコースレコード1分31秒9をコンマ8秒更新する1分31秒1で勝利。史上初の白髪馬によるクラシック勝利を飾った。無敗での大賀賞勝利は、前年のレアリングタクトに続いて2年連続8投目。 前年の最優秀二歳牝馬の大歌賞勝利は2010年のアパパネ以来10頭目前走から中118日での勝利は2019年のグランアレグリアの中111日を上回る新記録となった無敗二冠を目指した5月23日の優秀牝馬オークス単勝1.9倍の一番人気に支持されたがスタートから300メートル先に位置する位からあ コーナーにて、ライバルホースに、外から切り込まれたほか、終始ライバルに、マークされていたこともあり、育しにはストレスが溜まる、状態になっていた。レースでは発着に敗れたが、調教師の菅井は、スタートして出たなりに行ければと思ったんだけど、交渉面までのストレスがね、と、前半で力んだ、文のスタミナ消耗を、敗因の一つに挙げた。吉田隼人騎手は、距離の壁なのかな と距離についても言及していた。本場は世界的に珍しい白髪の GI 場、クラシック勝利バということもあり、NHK のニュース番組で取り上げられ、純白のアイドル、汚れなき純白の女王、純白の怪物と報じられた。2021年4月9日から中央競馬 PR センターが制作、販売を行っているぬいぐるみシリーズ、アイドルホースに、 育ちのぬいぐるみが登場した。通常は GI を2勝もしくはダービー等の大レースを勝利した時点でぬいぐるみ化が検討されるため2歳 GI を1し下のみでぬいぐるみが販売されること自体が異例となった。4月9日にオンラインサイトターフィー通販クラブで販売開始されわずか6分ほどで完売した。同州の土日には競馬場のターフィーショップでも販売され、 開門直後に売り切れる人気となった。翌週の16日に再発売されるとまたしても即完売の人気ぶりだった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。